はい。それでは本日は消防設備士の一類、基礎知識、電気に関する部分について解説をしていきます。今回は問題を3問やっていきたいと思います。その中でもスイッチの問題であったり、消費電力の問題をやっていこうと思っております。それでは本問題に入っていきます。数の、A、AB 間の40ボルトの電圧を加えた場合、2.5オムの抵抗に流れる電流の値として、正しいものは次のうちどれかという問題になります。 今回はですね、このような2.5オーム、そして10オームのもの、そして6オームのものが、このような形で並列と直列につながっている。このようなものになります。このような時にですね、電流が流れるんですが、結論から言うと、この i1 というものを求めなければいけません。これはいくつになるのかという問題になります。では、簡単に細かく説明していきたいと思います。まずはじめにですね、回路全体の合成値を求める必要があるということですね。合成抵抗。 まこちらはすべてこれをこれの計算ですね、直列と並列の計算をして、そしてこの抵抗を求めるというものになります。まずはじめにこの並列に並んだこちらのオーム抵抗なんですが、このオームの法則に当てはめていって、2.5プラス10、この電気抵抗分の 2.5×10 プラス6、ここが6の部分ですね。なので12.5分の25プラス6ということで答えは8オームになるということですね。 なんで、こちらのものとこちらを足して、そして、この全体の抵抗が8オームということがわかります。次に、回路全体に流れる電流を求めなければいけません。この電流なんですけれども、こちらも、オームの法則である V イコール RI で求められます。今回、40ボルトの電圧と書いてありますので、40ボルトイコール8オーム、先ほど出た8オームる i ということで、今回5アンペアというものが電流,電流が流れているというのがわかります。 そして次に最後のステージに入ります。2.5オムの抵抗に流れる電流、ここですね。この i1 と i2 に分かれるんですが、この抵抗に流れる電流に関しては、回路全体の2.5オムと10オムの抵抗に分配したものであるため、i1 の電流を求めるというものになります。なので、こっちの電流を求め,た求めてあげなければいけないということですね。これの,これの公式の暗記なんですけども、i1 と言われるものは r、r プラス r2 分の r2 という形で、 まあ、この、ちょっと難しいんですが、この、えー、これを暗記していただく必要があります。まず、この、こっちが R1 になります。そして、こっちが R2 になるということですね。逆に、これが R2、この I2 を求める場合であれば、ここの R2 が R1 になるというものになります。なので、この R1 がこの2.5、R2 がこの10オームという形で、そして I、I のアンペアは5アンペアという形になりますので、この公式に全て代入していくと、 I1 イコール10プラス2.5分の1 0る5イコール12.5分の1 0る5イコール12.5分の50ということで4アンペアがこちらに流れているというものが正解になりますのでこちらの公式そして今までの時順もしっかりと覚えてください続いて次の問題に入ります図に示す回路の AB 間に60ボルトの電圧を加えた電流計で流れる電流を計測したこの時スイッチ S を閉じた時の 電流計の示す値は、スイッチ S の開いた時の何倍になるかという問題になります。こちらの問題は先ほどの問題よりかは、ちょっと優しくなっております。結果的に言うと、このようなスイッチを開いた時に関しては、ここと、ここの電気抵抗の並列の計算をしなければいけないということですね。そして、スイッチを閉じた時に関しては、完全にこちらがなくなりますので、もうこれだけでやっていくというものになります。 まず、はじめにスイッチを閉じたとき、優しい方に関しては、そもそもここを閉じるので、これとこれがなくなるということになります。なので、20オームと30オームは短縮され、抵抗値が0となる。なので v、V イコール RI より、V、80V イコール8オーム ×I になるということですね。これでアンペア、電流が分かると。なので、これだけしか使いませんと。この中の80ボルトということになりますので、これとこれをオームの方式に当てはめていくというものになります。 i イコール8オーム分の 80V ということで1 0ア,アというものがスイッチを閉じたときの値になります。続いてスイッチを開いたときですね。ここスイッチを開いた場合、こことここの抵抗が発生してくると。これを、えーオ,ームのえー、オームの法則に当てはめていくと20プラス30分の2 0る3 0プラス8、これがプラス8の部分ですね。これで50分の600プラス8ということで20オームというものが出てきます。なのでここ全体が20オーム。 そしてこの V イコール RI より80分の八十ボルトイコール20オームかける I という式が成り立ちます。こちらをアンペアの方に変換、I に変換すると20オーム分の80ボルトになりますので4アンペアが答えになります。なのでここの10ボルト、え十アンペアと4アンペア、これを割り算すると2.5倍という形でできますのでこちらの計算の仕方もしっかりと覚えてください。続いて最後に消費電力が 600ワットの負荷を炭素交流100ボルトの電源を接続したところ、ア15アンペアの電流が流れた。この時の負荷の力率として正しいものは次のうちどれかという問題になります。今回の問題はこのような絵が思い浮かべれ,ればいいです。炭素交流と言われるものはこのような交流のことを炭素交流と言います。そして消費電力自体が600ワットの消費電力になっていると。そして炭素交流、炭素交流 交流の100の電源にこ,う接続したところ、15の電流が流がれたという時の負荷の力率として正しいものはどれかという問題になるんですがこのような交流回路の消費電力の計算式こちらの公式を暗記になるんですけども P イコール v i コサインシータという形になりますこの P これ有効電力をこれを求めるというものが今回の結論ここを求めるんですけどもその中のコサインシータというものを求めるのが今回の結論になります そして V と言われる実効値電圧、そして I の実効値電,圧電流。なので、この実効値電圧というものと実効値電流、ここを V と I で使っていくという形になります。この2つを合わせたものを非創電力と言われ、この交流電源、ここですね、この交流電源から送り出される電,流の電力のことを非創電力という、この2つのことを言うということですね、掛け算したものそしてこの c o s タ、これが力率ですね。この非創電力、この ここからスタートする必須電力のうち何割が有効に使えるかというものですね。100%ではなく、この力率、このパーセンテージによってどれだけその100%から本物に使えるのはいくつかというものになります。600W で炭素交流 100V と 15A 流れるときは、一体何のコサインシータが使えるのかというものになります。なので今回、こちらの式にすべて数字を代入していきます。 p=600 ワット、そして v=100 ボルト、i=15 アンペアという形で、このように代入していくと、6 0 0 1 0 0る1 5イ c o s θ という形になりますので、これを cosθ の形にすると、1500分の 600=cosθ となります。これは cosθ=0.4 となります。これがパーセンテージとして表すのであれば、これの百分率をしなければいけないので、答えは40%という形でできます。 なので今回このような問題が出たときに、この p イコール vi コサインシータというものをしっかりと覚えていただく必要があるので、今回こちらの消費電力の問題もしっかりと参考にしてください。で、今回は3問解説させていただきました。次回はコンデンサについて、コンテンサについて解説をしていきたいと思います。